とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きますね。今日はテラコの武器3種類あるんだけども、その3種類の全ての隠し刻印をお見せします。それでは早速行きましょう。それではまず1つ目の武器、守護者のネジだね。この武器の隠し刻印だけども、1つ目が戦闘で獲得経験値 11% アップ、2つ目が近くの宝箱を感知可能になるです。まあ、まず経験値だけども、俺はもう全員100だから必要ない。でもまあ、今からレベルを上げようっていう人はいいかもしれないね。そして2つ目、近くの宝箱を感知可能になる。今もうね、攻略サイトを見ると宝箱の場所を記してあるのよ。なので、わざわざつけなくてもいいかなっていう感じ。まあ、攻略サイトは絶対見ないよっていう人だったらば、これをつけてると宝箱集めやすくなるんじゃないですか。続いてはこれ、守護者のバネ。ついてる隠し刻印を見てみましょう。1つ目が近くのコログを感知可能になる。2つ目が通常攻撃ダメージ 8% アップですよ。まあ、まずコログなんだけども、先ほどの宝箱と同じく、すでに攻略サイトを見ると大体わかるのよね。なので、まあ必要ない。そして通常攻撃のダメージアップもちょっと微妙かな。もうちょっと違うやつだったらばいいんだけど、この2つとも結構微妙です。そして最後の武器だね、守護者の歯車。1つ目の隠し刻印が注目中敵へのダメージ 11% アップ、そしてもう1つガード時受けたダメージの 20% を敵に返すです。まず注目中の敵へのダメージアップ、これはめちゃくちゃ強い。これはすごく強くって、ボス戦でめちゃくちゃ輝くスキルとなってます。これはいいよ。続いてのガード時の受けたダメージを敵に返すなんだけども、ガードした時に受けるダメージって大したことないのよ。なので、これ 20% 返したところでどうこうなるもんでもないだろうっていう風に俺は思うけど、まあどうだろうね。こんなスキルがついてます。はい、ということで今日はテラコの装備3つあるけども、全ての隠し刻印を見てみました。まあ、テラコに関しては歯車だね。守護者の歯車一択でもう間違いないと思います。他の選択肢はないでしょう。これをつけてるとほぼ間違いないので、やってみてください。では他のキャラクター武器の隠れ刻印も出しております。それもね、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。